それで今私ども海外輸出を重点的に、行っておりまして、今というのは国内事業というのはですね、年々こう少子高齢化に向けて の人口減少に伴って、やはり海外に向けてのやはり営業展開というのは急務であろうと。今のこの各国 のですね、いろんな法律、国境、その他税金との関税等の問題が山積みされておりまして、その都度そういったものに 対応するためにですね、時間と費用というものがかかっておりまして、なかなかその輸出するためのですね、障壁、各国にそれぞれに対応している障壁がたくさんございます。今後この TPP をいかに促進させていくか、私たちは本当に農家の末端でどんなことが話し合っているかという声を本当に皆さんに聞いていただきたいんですけれども、いろいろな方がいます。メンバーの中にあっても輸出やってる方もいますし、さまざまな方がいます。ただその中にあって大多数の方がやはり不安を覚えるんです。メリットを受ける方は頑張ろうって、それで頑張ろうとしている方はいいんですけれども、決してそういう方だけではないということをご理解いただきたい。私が申し上げたいのは、国境措置の後退はもう一つの側面として、国境措置と国内農業保護のバランスを取ってきたまさに要石であります保護財源の創出をもたらすということであります。このままでいきますと、先ほどの財源創出分が加わり、麦の保護財源はですね、毎年恒常的に数百億円の赤字を抱えながら運用しなければならないということにもなりかねません。でこのような数字を一例として出すことで何を申し上げたいかと申しますと、現行制度の維持存続に対する深刻な懸念があるということであります。トランプ氏が TPP に否定的な発言を繰り返してきたことは知られていますが、現時点で決定的なものといえるのは10月22日に発表した100日行動計画であります。これはトランプ政権の事実上の政権公約と受け止めざるを得ません。トランプ氏はこの中で TPP からの離脱を表明すると明記しているわけであり、これが事実上の政権公約に含まれている意味は大きいと考えます。例えばトランプ政権の重要ポストを担うと見られているマイケル・フリン氏元国防情報局長官も、去る10月12日に日本経済新聞のインタビューに答えて、私は他国間の貿易協定より2国間の協定の方が良いと考えており、日本との2国間協定も議論すべきだと発言しております。でもし日米 FTA を進めるという事態になりますと、日本が TPP 協定の国会承認をしてしまえば、それがスタートラインとして確定し、その上でさらなる譲歩の圧力が加わってくるという事態が現時点でも間違いなく想定できます。北海道のいつどこで常にこの安全で安心な新鮮なこの農畜産物が食べられる、北海道はどこで食べても美味しいな、これがですね、私のやはり北海道の印象でございます。でこれは今日本の国内外の多くの方々に味わっていただいているというふうに思うんですけれども、もっとですね、世界の方にも味わっていただけるのではないか、そういう思いが非常に私は強くございます。いいですか、一点、インターネットメディアの IWJ と申します。はい、なります。今日口述人の一人からもですね、指摘がありました。今トランプ氏は100日行動計画で離脱をも表明していると、これは実質的なもう公約であると。こういった中で日本が前のめりに TPP を進めてしまうと、それがスタートラインになって後々日米の二国間交渉ということなどになった時にですね、非常にまたさらに情報を求められる、そういった指摘があったと思いますけれども、それについてお聞かせください。貴重なご意見を受けたまりましたので、これからの審議にですね、しっかりと参考にしていきたいと思っております。
このまま再決、あの委員長でございますので、あの与野党それぞれがですね、あのいろんなご意見を受け止めたこと、こういうふうに理解しております。これ実質的に国会は参院で今、まあ、衆院は通過しましたので、 TPP はもう採決に向かって、あの今の政府は動いているというふうに考えてよろしいんでしょうか。あの政府のご意向はすでに委員会でご表明があった通りで、この審議をしていただいた上でですね、速やかに採決をいただきたいと、こういうふうに承っております。